本日は、天皇陛下による、儀式が行われ、日本全国、心温まる、お祝いムードで、いい式となっています私も、 おめでたいムードで心を満たしていましたがなんとなんとその日に来てしまいましたその日それは誰もが愛してやまなかった f x スユーチューバー小野ちゃん 大阪、大阪の35歳ぐらい、小野ちゃんが、なんと、本日、即位で正現の日、即位で正現の日に、引退宣言をいたしました非常に悲しいです。私、同じ FX 系 YouTuber の、 私といたしました。同僚を失ったと、その気持ちでいっぱいとなり、悲しい、小野ちゃんの引退宣言動画を何度も何度も見つめながら、涙を拭いました。ということでですね、小野ちゃん、 まあ誰もが知ってる、FX やってる方だったら、誰もが FX やってて YouTube 見てる人だったら、誰でも知ってるですね、この FX 系 YouTuber、小野ちゃんですね、この大阪の可愛いい男の子なんですけども、小野です、FX トレーダーってね、チャンネル登録者1万3800人ぐらいいるんですけども、先ほど55分前にですね、FX 引退しますと。 えー、ついにね、この泣き,す泣きそうな顔、泣きそうな顔でですね、ちょっと待ってくださいね、うん、ちょっと CM が始まってしまいましたけども、えー、泣きそうな顔でですね、えー、ついに、はい、こうやってね、えー、悲しい顔でですね、えー、見つめられました。 ま、それでですね、まあ、あの、まあ、小野ちゃんといえばね、あの、まあ、僕もですね、えー、っと、僕が、僕がね、あの、YouTube を始ま、始めたきっかけはですね、FX でも仮想通貨でもないんですよ。えー、っと、自分のですね、会社、まあ、社団法人の会社がありましてね、その会社の、 宣伝広告ということで、えっと、まあ、普通はね、ホームページ作ったりするんだけども、ホームページなんかまあ余裕でね、自分でカリカリ作ってたんだけれども、まあ、それだけでは、えっと、営業、まあ、マーケティング効果がないと、まあ、問い合わせがね、少なかったもんですから、まあ、どうしようかなと思った時にですね、 あのまあ、こういうのがあるんですよね。YouTube で営業しようっていうですね、本があるんですよアマ。Amazon にですね、えっと、YouTube、YouTube の、えっと、なんていうんですかね、マーケティング ?YouTube マーケティング。<laughs> って言ってですね、YouTube マーケティングの中で、 えと群を抜いてですね、あの素晴らしい本がありましてね、えっ、ー、と、まあ、SEO とかじゃなくて、まあ、SEO でもいいんだけど、<laughs> まあいろんな本あるしけど、この菅谷慎一さん、菅谷慎一さんという人がですね、あのあのこの人、すごいパワフルな人でね、YouTube 大富豪7つの教えとかね、なかなかね、インチキ臭い <laughs>、えー、題名なんだけど、中身はすごくいいんですよ、本の中身が。 それでですねこの菅谷慎一さんというのはもともと水戸ですね、えー、と茨,城県茨城県のですね水戸市納豆のあ水戸公の水水戸戸戸ですよね水戸市にお住まいの、えー、経営コンサルタントなんですよね今独立してね経営コンサルタントなんだけども、えー、と今は経営コンサルタントやってるんですけどもね、えー、無料でね え宣伝広告ができるということで YouTube をたくさん撮ってアップロードしましょうと自分の会社のねえことをねでそれでえまあ皆さんやってですね YouTube 動画スマホ活用で人生ビジネスを100倍開発する方法とかこれ辺まあ56冊を買って僕も読みましたあなたが先に儲けなさいとかねでね本当に素晴らしい内容の本が ありましてですね、まあ、それに感化されまして、えー、なかなかね恥ずかしくて、まあ、動画作れなかったんですけどもね、まあ、4年経ってようやくですね、まあ、YouTube に動画をアップロードすることができるようになったんですよねそうそうだから2000だから2010年ぐらいからあの東日本大震災が起きる前の年2010年から この本を見つけてですね何度か YouTube 動画に自分らしい動画をアップロードしてですね、まあ、自分の会社自分のビジネス、えー、今の会社はねまだ年2016年2015年作りましたけどその前からね、えー、YouTube を使った、えーまあ、会社とか商品のですね宣伝ができないかなと思って ですよねで、えー、自分の会社のことについて動画を出したり出さなかったりしててまあいよいよお尻に火がついてですね2015年に、えー、第2回目の独立起業を自分がしてねそれで、えー、もう収入がないよっていうところで、えー、毎日ね YouTube 動画を上げてました。ただねあの <laughs> よく,よく考えれば分かることなんですけどもあの、まあ、会社、特に大企業とか、まあ、中小企業っていうのは昼間からねあのパソコンで動画を見て音を流して動画を見てたら怒られちゃうじゃないですか、上司に周りの人とかにうるさいよとか何遊んでんだってねあの昼間からですねパソコンで動画を見て音を流していいのは、まあ、中小企業の社長ぐらいですよね。 <laughs> まあ大企業っていうのはパソコンから音が出ないように設定されたりしてますから大企業もねあの会社で YouTube なんか見てたらあの多分セキュリティ上ですねえ怒られると思うんですよねこんな動画なんか見てんじゃねえと仕事しろとブログは見れるかもしれないけど YouTube 動画ってね YouTube 動画ですね自分の会社とか自分の社会社の製品を宣伝しても全然見られないんですよね。 からね、あの全然ダメでしたでそんな中、まああのー、まあ暇だしね問い合わせもないし自分の会社第2の第2の起業した自分の会社もですね売り上げもないし利益もないから、まあ、あの FX やってたんですよね FX やっててそれで YouTubeYouTube、まあ、you はやってましたからねで YouTube で FX 検索したら えー、この小野ちゃんですね。小野ちゃんが出てました。で、それいつぐらいかなと思ってね、これずっと見てたんですけど、まあ、これ、突き足、奴隷の付き足なんですけど、小野ちゃんもね、メインは、昔ド奴隷やってたと思うんですよね。まあ、途中から、もっと効率のいいポンドとかやってましたけれども、えー、っとね、僕が見出したのはですね、 これトランプ相場で上がったところですよね。その後の、この2017年のですね、これゴールデンウィークで下がったよね、これね。下がった、下がった。それで上がって、下がって、上がって、下がったね、今年ね、2017年。これはね、ゴールデンウィークのちょっと前ぐらい、2017年の4月半ばぐらいから見てるんだよね。小野ちゃんの動画をね、YouTube を。 まあ、あの、ライブやってましたね。毎日毎日ライブやってて、毎日ね、24時、ほとんどね、24時間だったかな、24時間だったかな、ちょっと覚えてないですけど、まあ、夜はやってなかったかな、一旦消して、また、昼ぐらいに起きるんだよね、彼ね、2時ぐらいにね。でそこからまあ、ライブが始まって、全然、あの顔は出さないんだけど、夜中ね、うん、9時か10時ぐらいから12時まで。 だ2時間か3時間ぐらいね、毎日顔出して声出すんですよね。で、それが楽しみでね、毎日毎日。うーん、だからこれ2010年、僕は2015年から独立してますから、2015だよね。だから、この高値ぐらいから独立してんだよね。ただ、もちろんこれ独立してるから、FX やってないんですよ。FX はずいぶん昔からやってますけど、 えー、独立してるから一旦やめてますからねこの,この大相場とかやめてますからねでまあ週足ですけどねこれ大相場やめてましてここら辺でまた独立したんでね2015年の 6, 6月ぐらいかなでバーっと押してるところもやってないですねでトランプ相場もやってないその後とに、まあ、これ一生懸命第2の 独立で一生懸命やってたんだけどもう全然ダメで全然ダメですね仕事が仕事が全然ダメででもういいやと思って諦めて、まあ、あの得意だった FX で食べ,食べていくというか、まあ、小遣い稼ごうかなと思ってです小遣いというか生活費稼ごうと思って、まあ、始めたわけですねこの辺でね。 それでこの辺から始めたかな、2017年の、まあ、復活したわけですね、僕の FX 人生がね。そして、FX、YouTube 見たら小野ちゃんがやっててですね、あのー、楽しみでしたね。で特にですね、朝、まあ12時ぐらいから起きる時もあるから、12時からライブやライブ放送はやってるんですよね。でも声も顔を出さないで、でみんな <coughs> チャットなんで、 会話してんですよねその会話を見るのも楽しくて、まあ、ピエロさんとかいう人がね、あのー、みんなから嫌られてましたけどねはいでこれ2017年の春から夏ですよねこれ上がって下がってでまた順だから6月から7月上がってまた8月から9月下がったんですねこれねでこれよく覚えてますよ2回同じ山ピラミッドができたんでね まあ大儲けした人いると思いますよ、これ2回ね。そしてグッと1回押し目をつけてまた上がってきたんでね。秋から冬にかけてね。そしてここ、<coughs> 頂点114円60銭かな。50銭から60銭ぐらいつけて、まあ、下がりだしたんですよね。で、これへんすごい、まあ、楽勝なあ、楽勝ってくらいちゃうけど、週足で見れば楽勝な年だったんだよね、これね。 そしたら落ちて、え、ここまで落ちるのって104まで落ちてね、そこからぐーってまた盛り上げたんです。これは去年じゃないですか、これ2018年ね、去年ですよね。だから、まあ、ちょうど2年半ぐらい、小野ちゃんは僕見てましたね。で夜が楽しみでね、夜、まあ、9時か10時の、うん、夜のニューヨークの指標発表時間にね、大爆地を打つんでね、いつもね。 ものちゃんねそこでみるみるうちのお金が一瞬でうちに乗って、まあ、YouTube で発狂して,発狂してねあのカメラをね殴ったりしてねで手を痛めてバーンってカメラ殴って壊れてカメラが痛えとか言ってえ氷枕をね当てて手を冷やすとかねあと、えー、オーゾン 夜のね、入浴時間で大損をして、あのマウスをですね、壁にぶつけて、まずぶっ壊れて、それで電気屋さんに買いに行くとかね、まず壊れたんで買いに行ってきますとかね、まあ、ほんと楽しかったですね、まあ、そういうのがね、なくなっちゃうのかなと、なくなっちゃうんだろうなと思うとですね、非常に寂しいなと思います。 それでですね、実は、まあ、今までにもですね、実は小野ちゃんだけじゃないんですよね。FX 系 YouTuber っていうのはね、ここに、まあ、ニコ生主も含めてなんですけども、過去の FX 系 YouTuber、ニコ生主も含むと。で、まあ、皆さん知ってた GFF さんっていうグフフさんがいまして、まあ、その前の方は知らないですね、僕もね。でグフフさんは、まあ、手持ち資金20万円をわずか3ヶ月で6億円にしたんだけども、 まあこれ出勤してないんですよね、実はね。<laughs> 出勤してないで、そのまままた増やそうとしてたら、まあ大きなえ逆行に、含み損にね、捕まってしまいまして、あれでよ、あれよといううちに実は全部なくなっちゃったんですね。6億円全部なくなって、引退しました。大泣きしてね、引退しました。で、あとは善一くんは、えー、まあちょっとね、FX 芸人だね、これね。また、 まあ、大損して、キャーとか、ワーとか言うんですよね。で、それが楽しくて、これ、ニコ生主ですけどね。えー、まあ、最近、プチ復活してますね。あの、お医者さんにはね、ギャンブル依存症って言われてて、FX やっちゃいけないって言われてるみたいですけど、まあ、プチ復活してる感じですね。で、あと、面白かったのが、フルフリくんですね。フルフリくんはいつもサングラスかけてね、上半身裸で FX やってましたんで、機関こうやってたかな。 まあ家に、家で FX やってたんだけど、まあ親にですね、まあ仕事をやれっていうことで、いろいろアルバイトとかやってたんだけど、すぐ辞めちゃってですね、親から機関庫を紹介されて、機関庫、まあ昼間機関庫やって夜ね、えー、部屋に帰ってきてですね、でそこから生配信やってましたね。あと七原くんだね、みんな知ってる七原くんこ。 まあ、みんな引退ですね。結局途中でお金なくなっちゃって引退するんですよね。で今期間こやってますよね。あとパイさん、サトシ先輩は、まあもともとデモ、もでやってるって噂ですね。だから、まあ一回でもお金があるってことですね。あと、オイボンさんは朝、まあ毎朝ね、平日毎朝9時、9時 10, 9時10分までには、 えー、3分ぐらいの動画上げますよね、毎日ね。そして、ドル円のですね、えー、今日一日の見通しを動画で3分ぐらいの動画で発表してくれるんですけど、まあ、この人は、えー、生配信はやらないですね、はい。昔は、そうですね、今はやらないですね。で、まあ、評論家みたいな感じですね。だから、本当のところ、勝ってんのか負けてんのかよくわかんないってことですね。<laughs> で小野ちゃんはまあ朝から晩までやってましたけど、引退ですね。まあ、あと、サテライトワールドペンギン君っていうのがいてですね、まあ、あの鹿児島にいるんですけどもね、あの鹿児島に住んでるんですけども、どこに住んでるかちょっとわかんないけど、あのまあちょっときき決まる外系 YouTuber ですね、ちょっとよくわかんない人で。 えー、ただ、まあ、勝ったり負けたりを繰り返してるっていうことでね、うん、まあどうなっちゃうんですかね。今はプログラム開発会社行ってますけども、まあ、あの、毎朝ね、えー7、7分ぐらいの動画を上げてくれるのでですね、こう、あの、まあ、とりあえず毎日見ちゃうんだよね、朝毎日見てですね、それで、まあ気分が悪く。 気分悪くなって朝が始まるって感じかな。毎朝8時20分ぐらいまでにはアップロードされるんですよね。毎朝ね。まあ、土日も含めてね。おいぼんさんは土日祝日はないかな。うん、ないですね。まあ、こんな感じですかね。まあ、他にもいらいるのかもしれない。ほんで、最近はですね、えー、まあ、まあ、最近は、 えーま、神戸に住んでるドラさんとかえー、っとリオナちゃん北海道札幌に住んでるリオナちゃんとか、えー、大阪の方に住んでる馬さんとかねあと、えー、ドバドバ学園どこに住んでるあ東京の方って言ってたなドバドバ学園の,の人とかね、えー、FXYouTuberYouTube 夜やられてますけど まあほどほどにしないとですね <laughs> まあ <laughs> まあデモ講座でやんないとやっぱり終わっちゃうよねどうしてもねデモ講座でやんないとねただうーんまあ FX っていうのはあのマイ心の問題が結構大きいのでね、えー、YouTube やってるとあの YouTube の視聴者にですね、えー、あれかえまあポンド買えとか ゴールド売れれとか色々言われるんだよねその時にまあ心が揺れてしまいますから結局負けちゃうんですよねだからあの YouTube のですね YouTube ライブとかニコ生のライブでですね配信系のですね FXYouTuber で、まあ、勝ち続けてる人っていないんじゃないですか、まあ、秋さんも結局はやっぱり心メンタルやられちゃうから 配信 YouTube 配信してる間になあの生放送してる間にねやっぱり負けていっちゃうんだよねうんだからまあ一応あれじゃないですかねトレードするときはやっぱりライブはしない方がいいと思うんですよねあの実際のお金を使うときはねでライブやるときは、まあ、デモでやれば まあ、視聴者もですねあの、まあ、永遠に続け,続けてもらえるから、まあ、楽しむことができるんじゃないですかね。うんと思いますけどねうん実際、まあ、こうやって今回、ね、おのお野ちゃんが引退するってことは非常に僕にとってみれば、まあ、あのすごい辛いことですでしてね毎晩ね「前あの野ちゃん」って検索すれば YouTube やってましたから。 それが、小野ちゃんもいないんだと、うん。そしてまあ、これからね、例えば、あドラさんいないんだとか、あの、リオらちゃんいないんだとかね、あの、ドバドバ学園さんいないんだと。ドバドバ学園さん50万円から全然増えないですけど、まあ、ちょっと減っているのかなで。それがね、やっぱり、ああ、0円になっちゃったからやっぱりやめますとかね、まあ、なっちゃったら、やっぱり寂しいなと思いますね。 なんとかしないといけないなと思いますけれども、だから、まあ、結局、やっぱり一番寂しいのは視聴者さんなんですよね。まあ、本人も、本人たちも非常にね、借金抱えて辛い状態だと思いますけれども、えー、視聴者もですね、すごい寂しいですね。この顔、この目、このつぶらな瞳をですね、見るとね、 まあ、もう辛くて辛くてですね、まあ、僕は何度もこれ動画見ましたけれども、小、ま、野、あ、ちゃんとのですね春、夏、秋、冬のですね、小、え、野、ー、ちゃんと過ごした季節感、季節をですね、思い出しますね。うん、でおのちゃん、小野ちゃんにコメント入れるとちゃんと答えてくれますからね。で、毎年、えー、10月終わりのね、 あのはいろいろ行きますよね変装、変装してね、大阪の方練り歩いて帰ってきましたとかね、言いますよね、でそれ帰ってきて、どうだったとか言うとね、答えてくれますからね、この小野ちゃんとの、まあ、春で、夏は夏でね、毎日見てましたからね、僕もね、仕事ないし、途中でうつ病になっちゃうしね、で秋、そして冬、朝から晩まで見ててね。 ユーチューバー r 様々ですけどね、まあ、そういうのがやっぱりなくなってしまうっていうのは、まあ、大きな痛手だし、まあ、特にね病気いろんな病気で、えー、家に行ったり病院で闘病生活をしてる方はね、まあ、楽しみが一つなくなってしまったかなっていうね気持ちになってしまうかなとも思います。 まあ結局 FX も楽しいけどなんかいろいろねおしゃべりしてくれるのが楽しいよねどうしてもねあのいろんな人生の話とかこんなことあったなのことだったとか自分はこう思うとか思うとかねでそういうのをすごい楽しいなと思いますなのでまあ僕もできるだけね YouTube ライブを毎日やりたいなと思ってるんですけどまあいかんせんあの変な人でしょあの邪魔する人たちが まあね、構ってほしくてしょうがないんだよね。構ってちゃんがいっぱいいる。<laughs> だから、もしね、えー、まあ、一応有料会員の方ではですね、えー、毎日 YouTube ライブやってますから、もしね、あのお金は払えないんだけども、YouTube ライブ見たいっていう人がいらっしゃいましたらね、あのー、私までね、えー、LINE を、うん、LINE をください。そしてその胸をね、 えー、言ってください。そしたら、あの、毎晩ね、YouTube ライブには、えー、こっそりね、あの、変な人いないですから、ご招待いたしたいと思います。で、今回ね、やっぱり小野ちゃん、長い間、長い間ですね、僕たちを楽しませてくれて、本当にありがとうございました。えー、借金返済でね、えー、今450万ぐらいなんだよね、あの、高金利借金がね。だから、 えー、借金返済でね、まあ、どうにもならなくなったら、えー、泣きつきの、えー、LINE 電話をね,ね、していただければと思います。それでは、今日はこれで終わらせていただきます。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。ありがとうございました。